ミスタイムさん、今回は回答の方をいただきましてありがとうございます。今回の回答は、ナッツのことですよね。ナッツが私のダイエットに向いてるのかどうかってことですけども、まあ、よかったです、向いてるという答えいただいてね。でこれからも食べ過ぎないようにね、しっかりと間食の空腹を満たしていこうかと思います。まあ、本当にこれね、一つまみ 20g ぐらいを1日に2度ぐらいですかね、補給するようにしておりますんで、まあ、食べ過ぎない、本当に1袋 200g 入ってますんで、あれをね5日間から1週間ぐらいかけて食べるような感じですよね。お腹空いたなーと思った時にね、生卵を1個食べて、生卵ね、ゆで卵1個食べて、あれをちょっと取るみたいな感じですかね。でそれから、プランクですよね。私のプランク、ちょっとこういう風な方法ですけども、あれもね、見ていただきましてありがとうございました。引き続きやっていこうかと思います。ただプランクかなり負荷がかかりますんで、やりすぎて嫌にならないように、本当に無理ない、腹8分目ぐらいの量で調整した方がいいかなと思ってますね。でもう一つなんですけども、今度ね動画をお送りしますけども、マウンテンクライムっていうのがあるんですよね。マウンテンクライムもちょっと挑戦してみようかと思うんですけども、なんかね楽しくなってきますね、ああいうのね。ちょっとマウンテンクライムも今度やりますんで、お付き合いくださいませ。それでは本日は以上です。ありがとうございました。